はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、福袋、はい、そちらが届きましたんでね、そちらを開封していきたいと思います。その福袋というのがこちらです。じゃん、かっこいいドクロのマーク、はい、ドクロのマークで TFOA、はい、でここにクローズかけるレグルス、はい、ということでね、クローズ&ワーストのグッズの、福袋なんですが、それがねレグルスというショップ、はい、がありまして、そこのね福袋を購入しました、はい、でこれ S って書いてあるんですけど、私ね見ずに買っちゃってサイズがあったらしいんですよねで思わずね、普通にデフォルトで S のところになってて、知らずにそのまま購入したら S サイズが届きました、はい、一応ね普段自分が着ているのはね L サイズなんですけれどもね、まあおそらく入らないかもしれない、うん、まあ入らなかったら入らなかったらでね、うん、まあデザインによっちゃ飾ったりね、うん、しようかなと思うんですけれども、これサイズがあるってことは、これは衣類なんですよね、うん、衣類なんで、まあおそらく、まあ着るかな、どうかな、わかんないな、うん、まあ一応ね、そういうのね全然見ずに購入してしまったんでね、うん、まあとりあえずね、そのアイテムが3点から4点ほどが入っているらしいんですよ、はい、その衣類とかがね、うん、これがねおいくらかっていうのはね5500円なんですよ。そう、5500円でいくら分入ってるかっていうのが記載がなかったんですよ、うん、まあおそらく5500円よりは、うん、総合的に高い値段のものが入ってるとは思うんですけれどもね、うん、まあ大きさ的に多分 T シャツは確実に入ってると思うんですよね。ただ S サイズということで、はい、ただ中身が良かったらね、ちょっとまだ売ってるみたいなんでね、うん、L サイズ購入してみようかなと思います。入ってる内容によってね、はい、ということで、私としては本当初めてかな、福箱みたいなのはあるんですけれども、福袋っていうね、本当元日に発売された福袋の開封は初レビューかもしれない、はい、ということでね、早速こちら中身何が入っているのか一つずつ見ていきたいと思います。しっかりね湯いてあるんで、とりあえずほどきます。このねショッパーもね、これいいね、うん、普通に巾着として使えるやつですね。はい、早速こちら中身開封しました。私まだ見てないです。はい、一緒に見ていきましょう。とりあえず、あ、なんかこれいきなりなんかぶっといのが入ってんな、ぶっといのが、これでけえな、あれこれで終わりじゃねえとりあえず出してみよう。あれこれ本当に1個で終わりじゃねえ。いきます、せーの。あれ袋の中に袋、あ、袋の中に袋でしたね。あー、そういうことびっくりした、これでけえから、あれ1個しか入ってねえと思っちゃった。あ、これ袋ですね、はい、うん、まあ、これはこれでね、ほんと使い道があるんで、うん、袋もねレグルスって書いてありますね、はい、はい、ではね今度こそ一つずつ見ていきたいと思います。まず手前にある、まあでも一つって言ってもこれ一気に出ちゃいそうな気もするけど、まあちょっと、よし、いきます、せーの。あ、これなんだ、これジャージじゃない、あ、ジャージいいね、ジャージ大好きなんですよ。でもジャージでもこれ S サイズなんだよS サイズなんだよな、はい、レグルス It's only my style to be cool、
段書いてありましたね。税込みで4,290円。あ、これでもう元に近いぐらいの値段はしますね。はい。さ、フロントオブアーマメント、はい、タンデムランナーウェイ、うん、あ、本当にジャージだ。はい。あー、いいな。やべえ、これ L だったらな。あ、後ろかっこいいですね。 TFOA って入ってる。モーターサイクル To Great Works。TFOA というのはね、まあ、原作知ってる人ならわかると思うんですが、クローズに出てくるバイクチームですね。はい、武装戦線、はい、そちらのね、アルファベット4文字が TFOA なんですよ。はい、いや、これいいね。ああ、これ L だったらな。めっちゃ着るんだけどな。まあ切れそうだったら着ちゃいますけどね。うん、いや、これいいな。はいはい、ジャージを出したら一気にね、傘が減りましたけど。では次、あと、これなんだ、どうやって、あ、これどう、あ、これよし、いきます。二つ目、せーの、ごめんなさい、2つ出ちゃった。あ、1つは T シャツだな、やっぱり。はい、あー、かっこいい、おしゃれデザイン、ラビット、いいね、デスラビット。うわ、おしゃれ、おしゃれ、かっこいい T シャツです。フロントにもドクロ、いいね。これあれ、意外にジャージより高いんですけど。4,950円。あら、すでにこれで1万超えてますね。1万超えてないか、1万。1万ぐらいしてますね。うん、いいな、クローズワースト。もう完全に半券得てるもんですね。いや、いいなこれ。まあ、最後に合わせる感じで撮りますんでね、最後まで見ていただければなと思います。この時点じゃ分かんないもんね、よくね。はい、でもう一点がもうすでに出ちゃったんですけど、これもまた T シャツかな。あ、 T シャツですね。あ、もう真ん中にこんな感じでおしゃれなバンダナ風の絵柄。へー、後ろは無地ですね。はい、あ、これはちょっと値札が貼ってない、うん、まあ、値札が貼ってないからっていうことで中古ではないと思うんですけれどもね。はい、まあ、でもいい値段しそうですね、これも。今ので3点目なんですけど、4点目入ってんのかなっていう、あ、4点目入ってるな。よし、多分これがラストです。いきます、せーの、 T シャツ3連チャン。あ、でもこれ違う、ロンティーだ。もうロンティーいいじゃん、ロンティー欲しかったわ。ちょっと待って、でも S なんだよな。あー、いい、これ、すっげー、かっこいい、これデザイン。はい、この柄がね、すごい、武装戦線と EMOD。 はい、こちらがね、このガのマークなんですけれども、こちらはね、EMOD と書いてね、イビルモスオブデッド、死を呼ぶ邪悪なガっていうね、うん、意
味のバイクチームなんですけれども、まあ、そちらと武装戦線がない一時期マンジェ帝国にね対抗するべく2つのチームが協力し合ったんですけれども、それのあれですね、デザインいいですね。表も、はい、デザイン入ってますね、ロゴが。はい、レグルスロック、はい、お、これだけでほぼ元ですね。5500円の福袋に5390円のロンティ。これいいなぁ。ちょっと切れねえかなぁ。まあ、とりあえずね、ちょっと離れて見てみましょう。はい、一応ね、こういう感じですね。さっきのロンティがこういう感じ。はい。うん、で、ここにデザインが入ってますね。武装戦線と EMOD のね、はい、文字。はい。で、裏が。裏めっちゃかっこいいわ。これいいな。はい。で、もう一つの T シャツがこちら。はい。なんか着れそうな気もしないでもないけどな。どうなんだろう。大きめに作ってくれていたらいいんだけどね。で、3つ目。これね。はい。デスラビットの。はい。これかっこいい。かっこいいな、おしゃれ。おしゃれかっこいい。で、一番最初にね、出しました、ジャージ。いや、これも着れそうな気もしないでもないけど、どうなんだろう。大きめに作ってくれていたらいいんだけど。かっこいいぜ。これ普段使いとしてですね、めっちゃ着たい、これ。あ、これいいな。ちょっと L サイズ買おうかな、これ。L サイズもう一回買おう、注文しようかな。まあ同じのがね入ってるとは限らないんですけれども、とりあえず私が今回買ったこの福袋は以上の4点が入ってましたね。うん、これは当たりなのかどうなのか、まあでも値段考えたらね2万ぐらいか、うん、そんぐらいはいってるのか。だから5500円で2万円分入ってたって考えたらめっちゃお得だよね。もうこれいいわ。うん、初めてね福袋、アパレル関係の福袋をね買いましたけれどもね、結構いいですね。うん、はい、というね以上の4点。いや、これめっちゃいいわ。ちょっとマジでね、これ一応ちょっと試着してみて着れなかったらね、ちょっと L サイズももう一回買うかもしれん。めっちゃ良かった。はい。ということでね、今回はクローズワースト、そちらのね、福袋、レグルスというね、ショップさんから購入させていただきました。うん。いや、思ったより良かった。はい。まあ、一応ね、概要欄、リンク先貼っておきますんで、皆さんもね、気になりましたらそちらのレグルスのショップ、覗いてみてはいかがでしょうか。結構こういうねかっこいいいかつい感じの服とかねグッズ売ってますんで、はい、もしよろしければ皆さんも購入してみてはいかがでしょうか。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。